武田駅プラットフォーム跡伊勢電時代から稼働する、下手変電所。手前の道路は、伊勢線の廃線跡。武田駅は、かつて、三重県津市下武田にあった近畿日本鉄道伊勢線の駅である。鉄道空白地帯となっていた四日市と津の間の、各集落を結ぶ目的で設立された伊勢鉄道は、1917年に津に達し、三宮線津駅の北東に、津市駅を置いた。 その後、四日市、津市間の全通を挟み、1924年により、市街の中心に近い津市駅まで延伸した。この際、市街地を避けて、線路を敷くために、津市駅の手前から S 字カーブを切りで円を通る線形が採用され、これに伴い、津市駅は東へ場所を移動し、武田駅と解消。これは現在、三重交通バス駐車場となっている場所の手前にあたり、 三宮線津駅とは徒歩6分程度で連絡が可能であった。1926年に伊勢鉄道は伊勢電気鉄道と解消し、同年末に全線の1500部以下を実施するが、この時武電駅に併設して武田変電所が設けられた。伊勢電で伊勢神宮方面へ特急、急行、準急電車の頻発運転が行われるようになると、武田駅は伊勢電津駅と解消。 だが、伊勢電気鉄道は、過大な投資が原因で経営に行き詰まり、1936年に、三宮急行電鉄へ統合。当駅も再び武田駅に戻った。伊勢連に代わり関西急行電鉄によって、1938年に、名古屋への延伸になると、名古屋四日市武田大神宮前館で、直通電車が運行されるようになる。同年末には、江戸橋。 中川間が1 4 3 5ト、mm、ルから1 0 6 7ト、mm、ルに改めきされ、名古屋、中川間がメインルートとなった。この結果、江戸橋、武田大神宮前館の伊勢線は支線に降格され、市内における武田駅の地位も相対的に低下。その後も伊勢線は長楽の位置をたどり、戦後の1961年に、 伊勢線と共に武田駅もその歴史に幕を下ろした。長らくプラットフォームが残存していたが、2014年の再開発工事で撤去された。この時、駅付近の地中からレールが出土している。当駅付近の廃線跡は道路になっており、この道路は今も近鉄道路と呼ばれている。隣接する下手変電所は名古屋専用の変電所として今も現役である。駅舎は、 寄せ胸屋根の伊勢電気鉄道標準スタイルを踏襲していた。移設前の駅舎はしばらく、四日市移設前の本社と共に放置されていたと言われ、津駅から武田駅に向かう道路には、伊勢電乗り場と書かれたアーチがあった。現在の近鉄名古屋線の前身。現存する第三セクター鉄道である、伊勢鉄道とは異なる ABC 旧伊勢線謎のレール。 朝日新聞見えば2015年3月3日付長官23面。ありがとうございます。